どうも、Dチャンネルです。これ放送してるのがいつになるか分かんないんですけども、これを撮影してるのがですね、半蔵と鍋をやったんですけど、その翌日なんですよ。その鍋配信を終えた後に余っていたこちらの豚肉、せっかくなんでこれを餃子にして食おうかなと。包丁でぶっ叩いて、普段ひき肉で作ってるんですけども、包丁で叩いた餃子はどんな感じなのか作ってみたいと思います。とはいえ肉を先に叩くと、まな板洗うのめんどくさいんで、洗う手間を考えて、まずは野菜類から切っていきます。今回は、キャベツという葉物野菜に、しめじというキノコの旨み加えて、でネギで香味をつけると。ちなみにネギの白いところは、昨日の鍋に使いました。はい、完了で、まあしめじももう適当に細かく刻んでいくだけと。こう斜めに押しながら切ると、そのどっか散らばっていきやすいんで、こう上から押さえつけるような感じで切るとやりやすいかもしれないですね。はい、しめじ完了で、キャベツ、これが多分一番めんどくさい。まあいっぺんにやろうと思わず1、2枚ぐらいめくっておとなしくみじん切りにしてった方が結果的に手っ取り早いと思います。いっぺんにこれもこと全部こう細切りにした後にこうみじん切りにやっていこうとすると、どんどんまな板から飛び散っちゃうんですよね。その後のことを考えたりすると、やっぱこうやって少しずつ切ってた方がいいかと。で、今回白菜じゃなくてキャベツなんで、まあ水分は持ってますけど、白菜ほどビャーって出るわけではないんで、肉のあんの味付けしっかりしてれば水っぽくなることはないんで、今回はここまでいこうかと。はい、キャベツ完了しました。ということで残るはお肉で、最初から一気にタン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 叩くんじゃなくて、最初は細かく切っていきます。今そうですけど、これ中華包丁じゃなくてナッキリ包丁です。うん、ナッキリ包丁だからあんま切れないな。持っててよかった出刃包丁。肉はやっぱ重さに任せてダンって一気にやった方が切れる。まあ粗めですけども、まあ細かめにカットしたところで、こっからだんだん叩いていって、肉の繊維を崩していって、まあミンチっぽい感じにしていくと。よし、まあ、こんな感じで全体がひとまとわりになって、若干ね糸引くんですよ、こううまいことミンチ状になると。そうなったら終了していいと思います。で、ここに塩、胡椒、中華スープの素、酒、醤油、片栗粉、ニンニクチューブ、生姜チューブで、隠し味として味噌をちょろっと加えて、そんでこれをこねていきます。もう包丁で叩いて、ある程度糸が引いてあるようにしてあるんで、もうあとは手早くガーって混ぜて、全体的に白っぽくなったら OK。 すいません、忘れ物としてごま油で混ざったところで、順次野菜類加えていって、はっ、そしたらこねないようにこうさっくりとこの肉のあんをまとわせていくような感じで混ぜ合わせて、そのあんま力強くこねると、その野菜から水分出てべしゃべしゃになるんで、もう自分はもう野菜がたっぷりの、よく肉のあんでつながってたねっていうぐらいの割合が好きですね。そうなってくるとほんとね、肉はどこ行ったか分かんなくなるんですよね。よし、これであんの完成です。まあ、本来ならこのまま放置してその全体の味をなじませた方が美味しいらしいんですけど、今回キャベツは塩もみとかして水分抜いてないんで、どんどん水分出てきてべちゃべちゃになっちゃうんで、もう一気に皮に包んじゃいます。具をまあこんぐらい入れて、左のところに水入れて半分折って、でひだひだを作って、こんな感じ。はい、まとめ終わりました。いやー、どんくらいかかった？20分。油注いで、そんでフライパンに吸って餃子の底に油を染み渡らせて、もう多少の崩れは気にしない。で、底の方がカサカサいってきたら、これお水注いで蓋をして蒸し焼きにします。で、水分が減ってチリチリって音がしてきたら蓋を外して、水分蒸発して、まあ好みの焼き加減になったら完成と。というわけでできました、こちら肉を叩いて作った餃子になります。まあそれ以外の特徴で言ったら、まあしめじを加えてあると。まあそれがどんな感じになるのかっていう。それでは早速いただきます。 So good。 まあやっぱ普通のひき肉に比べて多少のこう肉の塊が残ってるんで、
あんの段階ではあんなにこう野菜でねひしめいていた感じですけども、噛んでいくとやっぱね肉の存在感でかいっすよ。でしっかり味付けしてあるんで味噌の香りもふわって香って、タレとかもつけずにそのままガンガンパクパク食べ進められる味ですね。いわゆる肉餃子とかに比べてかなりあっさりとした感じになってて、多分それはキャベツとしめじのおかげなんじゃないかと。まあでもやっぱ肉を叩く分時間はかかりますけど、その分こうしっかりとした旨味とかそういったのを味わえるんで、時間に余裕のある方はですね、ぜひとも肉を叩いて餃子を作ってみてください。